な。そんな数いたね。リス。手玉トラブル以外でその胃潰瘍になるってなると通常はストレスなんですね。でストレスがかかると本来胃袋の表面っていうのは粘液で覆われるんですね、はい、それは胃酸から体を守るためなんですが、うん、ただ粘液の分泌が悪くなるとその胃酸から守られるバリア機能がなくなるのもそうなんですが、うん、飲み込んだ毛が張り付きやすくなるんですね。ああ、なるほど。飲み込んだ毛が張り付かないのは胃の表面に粘液が分泌されているからであって、うん、その粘液の分泌が悪くなると毛が張り付きやすくなって胃潰瘍を作ったり、もう毛が張り付かなくても胃酸の影響で胃潰瘍を作ったりっていうことがあるので、うんうん、ただもしストレスが原因だったりするとそれはそれで結構厄介なんですね。あ、ストレス源がなくならない限り繰り返してしまうので、うん、そのあたりもちょっと気にかけておいてもらえますか。大丈夫だよ。